こんにちは。7月26日火曜日、時刻は15時を回りました。ウェザーニュースライブアフタヌーン、この時間も時田瑞希が引き続きお送りしていきます。よろしくお願いします。もしってあれですよね、お手振りの意味ですよね。はじかめ出すから、本当ですか、よかった、助かって。よろしくお願いします。今日はですね、幽霊の日だそうなんですよ。ちょっと怖いですよね。皆さん霊感ある方っていらっしゃいますか？私はもう全くなくって、その感じたこととか見えたこととかも聞こえたことも一切ないんですけれども、たまにいらっしゃいますよね。心霊スポット行った時に見えちゃったとか、ね、怖いですよね。え、怖い。そうですよね。私お化け屋敷も本当に苦手なんですよ。遊園地行った時とか絶叫系はもう大好きで率先して乗りに行くんですけど、なんかお化け屋敷って大体遊園地に1個あるじゃないですか。もうそれに本当に行きたくなくって。何人かで行ったりすると誰かしら行こうって言うじゃないですか。もうそれを聞いた途端に逃げ出したくなるんですよね。もうやめてください、チラチラとか。え、でも映ってますけど見えてないですよ。え、いますか？そうで、思い出したのが高校生の頃、遠足でスペースワールドっていう遊園地に行ったんですよ。今はもうなくなっちゃったんですけど、福岡の北九州市にあるスペースワールドっていう遊園地があって、でそこに行ってクラスの結構大勢で回ってたんですけど、遊園地を誰かが遊園お化け屋敷行こうって言い出して、で私は本当に嫌だったので嫌だって言ったんですよ。なんか嫌だって真剣な眼差しで伝えたんですけど、周りの子たちはみんななんか、え、嫌だけどでも行っちゃうみたいな感じで、いや怖いけど行こうよみたいな、多分本当は怖がってないんですよ、そういう人たちって。なんか怖いけど大丈夫だよみたいな感じで言われて行ったんですけど、めちゃくちゃ怖くて、もうなんか病院、廃病院をイメージしたところなんですけど、怖楽しい、本当ですか？もう楽しい要素が私にはわからないですね。怖さ 100% って感じで。でも一緒に行っていた子、大勢の中の一人がめちゃくちゃ怖がって、驚きすぎて立てなくなっちゃったんですよ。腰抜かしちゃって。でもそれを見たらなんか、あ、じゃあなんかこの子サポートしようみたいな感じで、自分の怖さも紛れて、その子のおかげでちょっと怖がらずに済みましたね。ちょっと暑い夏はホラー映画見たりとか、ね、お化け屋敷行ったりとかして涼しくなるとか言いますけれども、どうですか、私は行きませんね、もう。まあ好きな方はね、楽しめる方は行ってみてもいいんじゃないかなと思います。リポートは送らないでくださいね。お出かけリポート、夏休みリポートで送ったらダメですよ。ということで、せっかくスタッフさんが撮ってくださったので何回も使います。